今日も一日乾杯です。今日のご飯は197円弁当です。197円ですよ。ぬいびんを人前に勝負したような感じなんですけどね。これは、これで美味しそう。ちょっとソースかけよう。いやー、難しい。はい。では、いただきます。あとね、これはタケノコのお稲荷さん、これはカレーの煮付けです。まずカレーからいってみようか。うめえ。目が多いね。うまい。ほんとうまい。それでは197円弁当いただきます。悪くないな。しかし、コロナウイルスって怖いよね。はい、0歳児未満でも感染するって言うんだから家庭内感染かな。早くね、ワクチンができてほしいですね。でも、どこから菌が来たんだろうね、ウイルス。最近、化学修理はもう閉鎖になって、散髪屋も閉鎖になってるんですよ。これ厳しいですね。
人間パニックになるのはもうバーってなっちゃってどうすればよくないかなと考えられないんでしょうね。会社にいた頃、電話がね、かかってきて、電話取ったら、通常感が怖いだから、すぐに来てくれって言われて。通常感？それは、うちの仕事じゃないんで、専門の業者に聞いてくださいって言ったんだけどね。なんでそんな通常感怖いだ君たちのところに電話してくるんかなと思って考えましたよね。うん、カレーうますぎ。私のこの皮は細かい水を取ってきれいに洗っていますから大丈夫です。口の先はちょっとマシになったんですけどね、まだまだですね。まだこれ、お魚の具合も。私もインフルエンザにはかかりませんでした。注射打ってからよかったのかな。けど今回の新型コロナ、これが時期によって流行するなら、ワクチン注射しないとやばいでしょうね。もうね、いつだったっけな。18年前か、鹿児島の指宿温泉に行ったんですよね。そしたら、エレベーターの中で変な席数をおじさんがいたんですよ。やばいかなと思ったら、案の定、インフルエンザにかかりましたけどね。やっぱり今、3密とか言って、密接をやめようとはね、書いてますけど。キノコって、ほんとうまいね。年に1回は絶対食べたいですね。
木の葉っぱ、葉っぱっていうのかな、若い葉っぱかな、これは香りがすごいいいんですよ。うん、まあ来たわ。本当うまいなぁ。煮物にしたら一番好きかも。小ぶりは多いのもね、めんどくさいんだけど。この間ね、中学生の時の同級生にバッテリーあったんですよ。お前そこの話に落ちた保険会社って言うんでしょうね。入ってくれとは言わなかったけど、入ろうとしてもまだ8秒してから5年経ってない。今年の6月に満5年なんですけどね。がんでも保険入れますよっていうのは、がんが8秒して5年経過してから払いますよ。それも入院して6ヶ月だっけ ?3 ヶ月だっけ経たなきゃ保険金を売れないっていうんでね。別にして、そいつは高等部に長いんですよ。前も言ったけど、後部と出世頭って言ってエイリアンみたいに後ろに頭が長いんですよね。今辛いのはね、喋るでしょ。それはもう意思とは上腹にぶわっとこう食器を流れていくんですけども、その時に気管に入るんですよ。ここも吸い込むしね、ほんと吸い込んで吸い込んで、
今日はうまく食べれるみたい。これなら食べれるならにも全然 OK。うまいわ。もういっぱいだな。濃いでしょ、竹の皮ね。これはもっと大きいと弁当箱になるんですよね。おにぎりが進んで、ちょっとこれ小さいけど、今日は297円弁当で満足です。それではごちそうさま。